明日天気になれ。第8回手作りマルシェ、作家さん紹介します。マミユーさんです。レジンを使ったアクセサリーの作家さんとなっております。今回は長山初登場ですねの作家さんです。こういう作品もですね、結構カラフルな感じで、なんかすごくキラキラしてて可愛い感じですね。なんか大人っぽくも使えるし、結構こう若い子がつけても良さそうな感じで、はい、幅広い方に使っていただけそうな感じの作家さんになってます。マカレアさんです。マカレアさんなんですが、天然石の素材を使って動物モチーフのブローチやアクセサリーを作られている方になってます。なんかこういうすごい細かいんですけど、すごいですね。なんか細かいところにもすごくこだわって作られてるっていう感じの作家さんですね。長山店もこの方は初めて出場ということで、この動物モチーフなので一匹一匹の顔とかがちょっとずつ違ったりとか、すごく個性的な作品になってます。パリパリいちごさんです。この方は北見で、北見店で8回目ということで、すごいですね。大御所の方ですね。はい。で、毎回大人気の作家さんなんですけど、食べ物やビーズなんかを閉じ込めて、ちょっと変わったキラキラした感じの、レジンのパーツを使って作られてる方ですね。アクセサリーがメインですかね。なんかパリパリイチゴっていう作家名もと一緒で、イチゴのモチーフとかが結構多いんですかね。で、なんかこの台紙もすごい可愛くて個性的なんですけど、おしゃれな感じでギフトとかにも良さそうですね。うん、可愛いです。すごい。なんか本当に手作りならではの感じですね。このデザイン性とかがすごく可愛い。で、作家さんからはですね、綺麗なガラスのような綺麗なパーツをぜひ見て触って楽しんでほしいですというふうにコメントをいただいてます。はい。ルナソアレさんです。ルナソアレさんは今回2回目ですね。前回長山で出ていただきました。はい。でもうその時にもすごく大人気な作家さんだったんですけど、2人組の作家さんということです。はい。でメインはレジンのアクセサリーがメインですかね。あと雑貨も少し作られてる方なんですけど、ドライフラワーを使ったアクセサリーだとか、パステルカラーやシックなカラーのものまで幅広く作ってらっしゃる方になります。なんか全然1枚目と2枚目の写真の印象も違うし、なんかこう大人っぽいものもあったりとか、綺麗ですね。でもやっぱりレジンのその透明感みたいな、そういうのがすごく綺麗な作品を作られる方だなと思って、はい、前回から見てます。楽しみですね。1月22日土曜日から1月30日日曜日までの9日間でナチュラルハイ北見店、ナチュラルハイ旭川長山店2店舗で手作りマルシェを開催しています。皆さんぜひ遊びに来てください。